皆様、こんにちは。私はですね、柄本勝さん、ある意味では盟友なんですね。柄本勝は生まれた時から EM だと言ってるんですね。柄本の E と M の勝って、自分が生まれた時から EM だと言って、いつもEM のことを応援していただいたんですね。ですから、いろんなところで、柄本さんとのつながりが深くて、で、亡くなるちょっと前、沖縄にまで来られて、沖縄から世界平和のお祈りを発信したいと。で、私もこれに協力をしますということで、今、沖縄の一番西側である与那国島からスタートしようと、こういう話もしたんですよ。そして、まあ、いろいろあったんですが、その後中国へ行かれて、ああいう、まあ、一つの、まあ、自己的な結果になってしまったんですけれども。私はもうずっと柄本さんが言ってるですね、この波動のことは、これはもう本当にすごいことだと思ってますし、またこれは人間の思いとかですね、祈りっていうのが実際にこう水に反映したり、いろいろ実験をするときに、そういう思いでやると成功するし、ネガティブに考えたら失敗するんですね。スタップサーボもそうなんです。実際はあれはできるんですよ。ですけど、周囲が監視をして、ネガティブな状態に置かれると、どんな努力をしても無理なんですね。ですから、M さんが言われてることは、これは全てこの量子の世界、何でも変わる世界があって、これを思いとか祈りとかで、エネルギーを集約していくと、現実が出てくるという、ここなんですね。ですから、今の水の研究ができている範囲をはるかに超えた奥があって、で、そこを、まあ、微生物ですね、EM とどうもつながっているところがたくさんあるんで、私はもう、柄本さんがいろいろ言ってきたことに対して、ちょっと、まあ、足りなかったんですが、ずっと援護射撃をして、いや、それが正しいんですと。っていうのは、再現性があるんですよ。誰がやっても分かるという世界とですね、同じ人が何度も同じ成果を出すっていうのとあって、本来は同じ人が何回も成果を出すっていうのは、誰がやってもいいっていうのとは、まだ違うんですけれども、でもこれも再現性なんですね。で、しかもいろんな形を見てると、この柄本さんの、これだけ柄本信者がいるということ自体が、もう重大な再現性の成果なんで、で、こういうことをですね、やっぱりみんな余裕を持って、世の中を良くしていくための運動を進められているという、こういうことで、まあ、どっか問題があれば修正すればいいだけの話ですが、これはもう科学の最先端なんで、で、このあたりはみんなが理解をして、いろんな運動の形で出てくればいいんじゃないかと。ですから、これは、まあ、10月の16日に、そういう運動、イベントがあるそうですから、たくさんの人がですね、そういうバックグラウンドも理解して参加してほしいと思います。